じゃん、違うの、あっって起きるの、今何時っていう感じで起きるの。そう、それがちょっとねあれよね。悪夢、今日悪夢、悪夢ってか悪い夢を2回見ました。イベントのせいか、うん、違うと思う、なんでだろうね。してほしいって思って起きることあるって。おもろ。今日2回見て夢がね、なんかおじいちゃん家の窓ガラスを割る夢と、あとなんか見ず知らずの人になんか怒られる夢を見ました。そう、なんかね、なんかそれが一番怖かった。窓ガラス割っちゃったの、割っちゃった夢はまだいいじゃんけど、けどね、なんか見ず知らずの人になんかね怒られる夢が、なんかねこう、なんか帰り道、実家のねその帰り道をこう歩いてて、でなんか見ず知らずのちょっとおじいさんが大声で喋ってて、確かにね、うんうんみたいな感じでこう歩きながら聞いてたの。そしたらなんか無視するなみたいな感じで怒られる夢見た。そう。それでなんかね、謝れって言われたから謝ったら、謝るのはなんか頭下げて謝るんだよっていう風に言われて、怖くてずっと頭下げてたら、なんかそうじゃねえだろみたいな感じで怒られた夢を見た。そこで目が覚めた。超怖かった、その夢が一番怖かった。よく覚えてるな。わかる、すごいよね、怖くて覚えてる。超怖かった。昨日見ず知らずの人に声かけられて30分経ちましたし、すごい。現実でもそういうのいそうで怖い。確かにありそうだよね、ありそうだから怖いんだよね。もう本当に怖かったけどね、えけどほら言っちゃえば現実にならないじゃん。ということでイベントのクマまだ届いてないんです。だからほら、なんかずっと家にいるからっていうのもあると思う。スタッフさんに全然会ってないもんだって。うん、いやー本当に劇場とか事務所に届くのね、分からん、そうなのかな。早く早く欲しいな、あのクマ。あのクマ欲しいな。プレゼントも再開したけどメンバーの手元にいつ届くのかな。いやそれが本当に分かんないよね、だって劇場行ってないもん。劇場行ってないから、うん、諏訪さんとはよく会ってそうだけど、いや全然ですね、スタッフさんに、スタッフさんとかマネージャーさんに全然会ってないですね。 LINE はしますけど。
クマに名前つけるの？つけないかな。全然最近そうプレゼントか受け取ってないですね、手紙とか。お手紙早く欲しい私。いつ届くかわからないからプレゼント送ろうか悩んでます。なんとも言えないですね。でもなんか送ろうって思ってもらえること自体が嬉しいですね。うん、いつ届くかわからないからって言われても、でも嬉しいですよ。いつ届くかわからないけど、なんかうまく言えないけど、リクアは見てた。あ、本当ですか。リクアはドラさんのうち3人が今配信してる。あ、そうなの。夏物のお洋服は年末に急ぎ、それはないんじゃないかな。それはさすがにないんじゃない。もうなんかさ、衣替えもしたの。もうなんかニット系、ニットっていうのはなんかカーディガンとかもう着ないだろうなって思って、ちょっと衣替えをしたらあまりにも夏服が全然なさすぎてびっくりしてる今。あれ、夏服いっぱいあった気がするんだけどって思ってるのにあまりないから、ちょっとこれは買い足さなきゃなって思ってる。来月に買うわ今月はちょっとね、お高いものを買ってしまったので、ちょっと今月は買いませんそう、かえりちゃんがドラさんで海で潜りたい。え、潜るの？潜るのはいいや潜るのはいいや。でも海行きたいなね。え、夏服ってさ薄いからさ、いや本当にね、ハンガーにねかけたの、まだかけきれてないものもあるんだけど、全然なくて夏服が、やばいよね、やばいと思ってる自分で服から大丈夫ってどういうこと砂浜でワイワイ系ですか。そうだね、がっつり中には入らないかな、なんかベタベタするのが嫌だけどさ、家族で行ってた時はもうがっつり入ってたんだよね。 JU ならお安く買えるかもよ。わかる、 JU ね、 JU でも最近グレイルが欲しいのがあって、でも今品切れ中で、早くね入荷されないかなと思って見てる。最近お洋服ばっか見てるもん。砂浜でバーベキューして黙々と食べませう困ったらゾゾ、あ、ゾゾセール始まりましたよねそう、断捨離もしたりしてるから、うん、あ、スニーカーも新しいの欲しいな。てか夏用のサンダルが本当になくてやばいと思ってる。サンダルも買わなきゃいけないなって思いながら、洋服も欲しいなって思ってて、きっと季節が過ぎるんだろうなって思ってる、うん、古着屋さん行きたい。古着屋さん行きたいんですよ。なんかさ、こうなんだろう、ポップみたいな、ポップっていうのなんかさ、なんか低身長の方が着るようなやつのコーデをしたくて、私なんかジーンズにこう T シャツを入れてみたいな感じのやつとかしたいなって思ってて、古着屋さん行ったことないんですよね私。靴はサイズが怖くて、サイズ違い怖くて通販で買えない。あー、確かにそれはあるかもしんないけど、だいたい入るから私は全然大丈夫かな。
歯並びすごく好きだって。歯並びが好きなの。サンダルはね、1,2,3、夏っぽいのが3足かな。ちょっともう断捨離しようと思ってるサンダルは入れてないですけど、うん、サイズ合わないと靴ずれできない。サイズが合わない、合ってても靴ずれはできる。新しい靴って、あのスニーカーはできないんですけど、靴ずれはなかなか。でもなんかスニーカーじゃない普通のサンダルとかは、うん、関さんがツイッターでいいねしたサンダル値段が1万円だった。マジ？どんなサンダルなんだろう。何をいいねしたんだ、見てみたい。 B さんとか、私 B さん苦手で、なんかさ、こう足の指にこうやって、なんか何、おがあるの、おで合ってる、おがある系のサンダル私履かないんですよ。ここに靴ずれができるから。わかる？なんかさ、こことかこことかあるじゃん、たまにここにもあるじゃん、小指のところとか、そういう、そう、鼻緒か、鼻緒、そう、そういうのはね履かないですね。そう、なんかね、小学校の時夏は絶対 B さん、大体とは B さん入ったから B さんだったんですよ。もう本当に嫌だった。なんかすごいいいんですけど、涼しくて、でも痛い。痛かった。懐かしい、小学校とか。あ、そうだ、ちょっとそろそろ15分になりそうなので、まあ なってないんですけど、今13分なんですけど、あのね、はるにゃんさんって皆さん分かりますか？あの、私がそのビスのイベントに出てた時に応援してくださった方が、今イベントをやってるんですよ。ショールームイベント、ガチイベやってるので、そう、そちらのね応援をしていただけたら嬉しいなって思います。すごいたくさんね来てくださった、そうそうそう、お世話になった方なので、うん、そう、ぜひ。今やってる？今ショールームやってますかね、ちょっと見てみよう。わかった、ありがとう。待ってね、調べる。あ、今やってますね、今やってますね。タイムスケジュール貼ってないかな、てないな。ちょっと待ってね。貼ってないな。なんていうルームと検索で「はるにゃん」ってやると出てくる、今配信中のやつですかね。ミスいちごガチイベ中、春にゃんだよっていうルームなんですけど、うん、そう、ぜひ。何時までなんだろう、何時までなんだろう。あ、いいねが来ちゃった、ありがとうございます。ちかなの配信ない時は星投げに行くよ、ありがとう、ありがとうございます。ちょっと見てみる。へえ、ちょっと待って。なんかLINE来た。お母さんかな。ああ、違うよ。ちょっと。あ、え、今日って6日？今日、あった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 。40分までです、40分。22時から22時40分までで、次が23時30分からハテナって感じになってたので、あ、
酒のやり方は伝授したのかな。いやもうプロなんでプロなんで、ショールームの先輩なんですよ簡単に言うと私がなんかそういろいろお世話になった方なので、そう、うん、ぜひぜひ22時45分頃までだって。本当？じゃあぜひこの配信中でも、私の配信が終わった後でもいいので、あのカウントだけでもね、いける方お願いします。うん、ラージャありがとう。あ、なんかハートが来た、ありがとうございます。何の話したっけ。あ、お洋服の話だお礼言ってたよ。いや全然ですよ、私の方がお礼を言わなきゃいけない。とりあえず一周分投げてきました、ありがとう、ありがとう誰もありがとうございます。てか趣味のお金考えてたら相当お金浮いてた。どういうこと？明日も配信するの？私？私配信しますよ。お洋服。いやーなんでこんな毎日というか毎月出費が多いんだろうって思うよね。なんでだろう。自粛してたから全然使ってなかった。あ、なるほどね。いちご姫が高いっておっしゃってました。確かに高いですね。高いね。レジ袋有料になそうね。あのもうさ、コンビニもさ、薬局とかももう本当に完璧に有料化言えないしてきたからさ、本当に、うん、そうねえねえ、旅費が減って食費が増えましたどうやったら食費減らせます、食費節約できますか。どうやったら。私は週にいくらって決めてるんですよ。週にいくらって決めてその範囲でやってます。エコバッグ買った。なんかね、エコバッグもうなんか破れてきそうでそう、買わなきゃなって思ってるんですけど、なんか私の場合歩いて買い物に行くんですよ、スーパーとか。だからこうたくさん入れても丈夫なやつが欲しくて。何かいいの知りませんいいの知りませんか。ノーマネーですごくて見習いたい。そう？そうかな。あと基本的に冷凍物を買うことが多くなりました、私の場合。あの冷凍のブロッコリーとか冷凍のコーンとか、そう、業務スーパーによく行くんですけどそう、おすすめです業務スーパーおすすめですね。私のお気に入りです安いんですよ、うん、いきなり外大雨降ってきた、嘘。何買う、業務スーパーで何買うか。冷凍の
ミンチひき肉を買います。豚ひき肉使い勝手がいいので、そうで安いんですよ。 400g 入ってて300円なんですよ。そう安いけど食べきれます。あ、冷凍にしてるんで。そう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 。でだってブロッコリーも冷凍のものが 500g 入ってて150円とか160円ぐらいだったかな。そう量が多くて安いの。そうだってブロッコリーってさ、そうコスパいいの、めっちゃいいの。なんか高いじゃない、だって一つ150円とかさするじゃん。テンション高いな、近いにゃんってありがとう。そうそう、うん、そう好きな肉ある。好きな肉、でも牛肉が一番好きそうそうの。またさ業務スーパーもその場所によってね値段がちょっと違ったりするんですよ。そう売ってるものも売ってる値段もちょっと違ったりするから、それも楽しいですよね楽しい、うん、今日ちかなが勧めてたいちごミルク初めて飲んだけどめっちゃ美味しかった。本当嬉しい。私まだ4本ぐらいある。もうあと4本しかないんだけど、やば。まだ売ってるかな、売ってるかな、売ってるならね、ちょっと買いだめしとこうかなってる？本当？いつまで売ってるんだろうあれ。6月いっぱいぐらいまでかな。買っとかないと。いちごミルク牛乳嫌いでもいいです。嘘！美味しいのにもったいない。競馬以外に何かいい趣味欲しいです。知らないよそんなこと言われても。マンゴーの豆乳売ってなかった。嘘、私もね新潟に来て初めて見たマンゴーの豆乳、めっちゃ美味しい、本当に美味しい。ちょっと今飲もうかな。あ、でももう終わりだ、やめとく。本当に美味しいの、マンゴーの豆乳大好き。牛乳感強いですか？甘いって感じ、牛乳っていう感じは特に私的には、牛乳慣れてるからかもしれないけど、牛乳感あった。みんな飲んだ方、いちごミルク、なんかいちごって感じ、いちごのゴロゴロした、なんか飲むヨーグルトみたいな感じだった気がする。明日5番でいいと思いますか？どういうこと？何が？いちご感が強い。そう、なんか飲むヨーグルトみたいな。そう、甘党派の人は大丈夫だと思う。甘いの私すごい好きだから甘いのすごい好きだから全然、うん、そうね、練乳たっぷりのいちごって感じかも、確かに。うん、パックの豆乳を冷凍してアイスみたいに食べた、確かに美味しいよね。あれもね、プリンみたいにゼラチンこう入れて固めて食べるのも美味しいらしい。いちごミルクかマンゴーの豆乳かどっちかの話したか分かんなくなってくる、確かにね、週末恒例の好きな数字タイム。
何個数字今2通りあってね、722か611の2通りですみんなならなんだかわかると思うけど、何の話か全然わかんない。そう、シングルのやつです。正解正解はい、全然もう何が何だかわからないので、責任はもう知りません、取りませんから私が今まで言ってきたやつでなんか当たったりしてるんですか。アーモンドアイ、アーモンドアイって何、なんかアーモンド美味しそうだなアーモンドの目みたいな。明日も大きなレースがあるんだよそんなレースは私に託さないで春にゃの応援ありがとうございます。とんでもないです。こちらこそ本当に応援ありがとうございました。あの本当に微力だと思うんですけど、私行っても星投げてもねポイントにならないので、ちょっとねあれなんですけど、ちょっと一応呼びかけてみました。行ってねみんなかっこ熱お世話になったんだからなに、競馬わかんないよね。わかる、競馬わかんない本当に。そうだよ恩はしっかり返しなさい私が一番いけって話なんだけどね、連携がさできないのよ。私 Twitter も Facebook もやってないから、そう言ってもポイントにならないので。そうでもね、そう、なになに、1から13番ダノンプレミアムとバンドギャルドだからワイドならいけるかも。わかる、全くわかりません。ちかなちゃんに星もらったから後で行くから、ありがとうありがとうございます。ありがとうそう、連携してないからさポイントにならないんですよね。この後行きますよ、ありがとう。なんかごめんね、私がこう役に立てないばかりにみんなにこうお願いしちゃって。なおありがとう。ということでそろそろ終わりにします。そうね、今日はいい夢を見たいぜ。あんな怖い夢を見たくないはい、ということでね、そろそろ終わりにします。はい、はるにゃんさんのね応援お願いします。うんはい、ということでありがとうございました。また会いましょう、ルーム今日誕生日でした。本当におめでとう、言うの遅いわおめでとう、ありがとうございました。バイバーイ。